今日は晴れたところを中心にぐんぐん気温が上がりました。福岡県久留米市では今年初の猛暑日を記録しました。こちらが今日の気温のランキング。九州を中心に厳しい暑さとなりました。明日はさらに東日本でも気温が上がりそうです。関東地方の予想気温を確認していきましょう。明日の予想最高気温ですが、東京で30度、埼玉で32度と広く真夏日となりそうです。熱中症対策が必須です。さて、こんな症状が出たらもしかしたら熱中症かもしれません。脈拍が速くなる、呼吸が増加する、顔色が悪くなるなどといったことが起きた場合にはしっかりと体調管理を行うようにしてください。外出の際は十分な注意が必要です。